中村正直導入者は、中村正直が1873年に、東京俯瞰課第四大区三小区小市川、江戸川町に開設した私塾。中村の死後、杉浦重武らの東京英語学校に閉校され、廃校となった。1873年に開設されてから、慶応義塾、関新八の教律学者、三つくり周平の三佐学者などと共に、 英学塾として知られていた。また、同人者女学校を開設するなど、女子教育及び障害者教育にも力を入れていた。創設者の中村正奈は、明治六大教育課に数えられ、中村が開設した、同人者は同じく六大教育課に数えられる、福沢諭吉の慶應義塾、近藤誠の公玉塾と共に三大義塾と、称された。 最盛期の1881年頃には生徒数が300名を超えた。学科は英学変則、英学生息、漢学、数学があり、英学教師としてイギリス人のポート、カナダ人のカックランなどの外国人を雇い、中村も英語の訳読及び作文の添削を行った。授業はかなり厳しく、月ごとの小試験と夏季、冬季の大試験を呼び、 日課表によって新旧が決まるというもので、後のジャーナリスト長谷川尿世館も落第したという。カックランは、麹町平川町の同人社分校で、女子教育も行い、1879年5月1日より、同人社女学校として独立したが1880年8月に廃校となった。同人社の運営は、中村の著述の印税頼みで、 1883年の徴兵霊会制によって徴兵猶予の恩典を失ったこともあって学生数が減少し経営難となった。中村は福沢諭吉と非常に親しかったため学校経営を福沢に依頼し千賀鶴太郎を塾頭に迎えたがそれでも水運を回復できず1889年杉浦重武 川島厚氏らの東京英語学校関係者に経営を委ねた。そして中村の死後、東京英語学校に併合されて廃校となった。ありがとうございます。